どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということですね、2020年ももう終わりということで、今年の振り返りをしていこうかなっていうふうに思っております。僕ら の株式会社ダイアリーっていう会社は、12月決算なんですよね。会社的にも振り返る時期としてはすごいいいかなって思って、この1年を振り返りようと思います。1月、去年のちょうど今日ぐらいはベトナムにいたんですよね。ベトナムで武者修行のインターンの体験をさせていただいてて、もうしばらくはいけないだろうけど、ちょうど1年前ぐらいはベトナムにいたなっていうふうに、思い返してました。2月は上海行ったりとか、あとは引っ越ししたりね、シェアハウスから今住んでるところに引っ越したりとかしました。そうですね、今年の3月僕らの会社の事業としては、就活チャンネルの運営以外に他の企業さんの YouTube チャンネルとかを運営したりしてて、それを今年の3月に始めたっていう感じですね。まあ2月ぐらいコロナウイルスがあったじゃないですか。で、4月ぐらいから結構売り上げがやばいなっていう時期があって、5月売り上げがほぼ0円になったんですよね。というのも、企業のチャンネル運用を4社ぐらいでやってたんですけど、そもそも撮影ができないっていう風になって、まあ撮影ができないと動画が納品されないんですよね。だから結果的に売り上げがほぼなくなるっていうことが起きました。あれ、これやばいぞってなって、そのタイミングで日本政策金融公庫っていう国の機関から500万の借金を人生で初めて知ったんですよね。売り上げやばいってなって、今思い返せば、僕今1ミリも就職活動をしようってマジで1ミリも思ってないんですけど、そのコロナがやばくなって売り上げがやばいってなった時に、就活ちょっとしようかなって思った時期があるんですよね。で、その時にバーって何社か受けて、皆さん動画でもご存知通りサイバーも受けて落ちたっていうのが、5月ぐらいですね。だからこの時は結構大変でしたね。コロナで売り上げもなくなるし、就活をちょっとしてみても落ちるし、結構大変だったなっていうふうに思ってます。まあ、6月ですね。5月ぐらいにその借り入れの手続きをして入金されたのが6月ですかね。人生初めての借り入れだったので、めちゃくちゃ緊張したし、なんか面接あるんですよね。借り入れするにあたっても日本政策金融公庫の担当者の人と30分ぐらい面接があって、借り入れしてもいいか良くないかみたいな、採用不採用みたいな感じで判断されるんですけど、普通の就活の面接より緊張しましたね。なんか最悪の状態を考えようと思って、一旦売上が0円になっても死なない体制をまず作ろうと思って借り入れをしたんですけど、頑張らなきゃやばいなと思って6月7月はめちゃくちゃ頑張りました。具体的に何を頑張ったかっていうと、リモート撮影とか企業のチャンネルとかもできる範囲の撮影とか、フェイスシールを使ったりとか、なんとかしてめっちゃ営業頑張りましたね、6月7月はね。で、めっちゃ頑張った結果、もう1年ぐらい付き合ってた人に Tinder で浮気をされて振られるということが起きましたね。まあ、人生はトレードオフだなっていうふうに思いました、その時に。浮気相手がそのプロボクサーの人だったんですけど、それもね、全く全然違うタイプの人だったんで、すごい悲しかった思い出がありますね。で、9月から CR25 でも、YouTube のお手伝いをさせていただくようになって、まあ今もやってるっていう感じですね。10月ぐらいから、なんと会社としての、なんか組織化みたいな感じで、ちょっとずつ人が増え出したっていう感じですね。編集 の方とか含めると、20人ぐらいで今はやってて、ちょっとずつ人が増えてきたっていうのが10月ですね。11月ですね。最近の動画でもあると思うんですけど、市長に交渉して、金沢魅力伝道師になったりとか、あと金沢大学から案件をもらったりとか、で、金沢大学公認の YouTuber として認定されたりとかっていう、いわゆるなんか公的機関みたいなところからある種認められたみたいなのはすごく嬉しかったなっていうふうに思ってます。留年もしたんだった。10月ぐらいの時に留年が決定したんですよね。それもありましたね。はい。まあ、だけど、11月に大学講義の YouTuber としてなったので、まあ、プラマイゼロかなっていうふうに思ってます。今月ですね、12月は、オフィス移転をして、今、このオフィスに移ってきました。結果的にですね、12月が決算なんですけど、コロナとかあったけど、去年より、だいたい5倍くらいに売り上げが上がって、で、来年はもっと伸ばせるようにいい仲間を集めるっていうところと、この旬ダイアリーっていうのを最大限伸ばすっていうところを24時間全部注いでるっていう感じですね。直近のお金がなくて潰れそうっていうわけでは全然ないんですけど、新しいことやったりとか新しい人採用したりっていうところで、5月に初めて借り入れをしたんですけど、追加で1000万ぐらいを1月にまた借り入れる予定です。2021年はですね、まあ、この旬ダイアリーってチャンネルを日本で一番の就活チャンネルにするっていうところと、今コロナとかの関係で対面で面接ができなかったりとか、就活の形っていうのも結構変わってきてると思うんですよね。
こういった YouTube を使って就職活動をするっていうのを当たり前にしていきたいっていうのもあるし、まあ、動画で就活するっていうのは結局多分当たり前になるんですよね。そこの中心にいたりとか、そういった文化作りとかを自分たちでしていきたいなっていうふうに思ってます。まあ、そのためにはですね、結局ですね、自分より優秀な人であったりとか素敵な仲間が必要なわけで、今は本当に集めるっていう段階ですね。自分も就活サービスとか使ってて思ってたのが、あの並サイトとか企業検索っていうのはある程度便利だと思うんですけど、自分自身就活生の時は企業名とかもあんま知らないし、いわゆる上に表示されてる企業しか見なかったんですよね。自分の先輩が行ってるからとか、自分の先輩が受けてる企業だからであったりとか、友達がインターンしてる企業だからっていう感じで僕は企業選びとかをしてたんですよね。そういった感じで、なんかある種のなんか人で検索するみたいなのが今の就活生では当たり前になってて、このチャンネルが紹介するから一定信用できる会社だよねとかっていうのが当たり前になっていくんだろうなっていうふうに思ってます。これからというか今もなんですけども、24時間365日を今の自分のやってる活動とか会社を伸ばすことにもう全力を注いで、それだけに集中して、これから2021年も頑張っていこうと思ってます。まだ4万人ぐらいなので、リクナビとかマイナビの登録人数はですね、毎年60万人とかいるので、まだまだひよっこすぎるので、ちょっと頑張らなきゃいけないなっていうふうに思ってます。年商何千億円とか時価総額何兆円みたいな企業にも僕らは勝てると思ってるんですよ。なんでかっていうと、就活って毎年入れ替わるし、こういった動画を使ったりとか、その同世代の感覚が分かった上でいいコンテンツがたくさんあるっていうメディアを作って、ちゃんと就活生に価値を提供して、ちゃんと企業さんにも価値を提供するっていうような事業を作って、日本一のね、就活メディアを作っていきたいと思ってます。チャンネル登録者数とりあえず10万人いきたいなっていうふうに思ってるので、まあ結局ね、自分次第なので頑張らなきゃいけないと思ってるんですけど、皆さん応援していただけると嬉しいです。来年もよろしくお願いします。